ヨネコミックスのクロちゃんのお部屋の様子です。あ、おしっこしてる、偉いね。会社の方、本当に行かなかったな。クロちゃんはすぐこうやってタオルを自分流の形にして乗ってます。ごめんね、びっくりした。自分流のタオルだもんね、クロちゃん。かわいい。クロちゃんのお部屋の様子でした。